イスタンブール歴史地域は、トルコ最大の都市イスタンブールの旧市街にある、歴史的建造物群に設定された、ユネスコの世界遺産リスト登録物件。日本では、イスタンブール歴史地区などとも表記される。イスタンブール歴史地域は、4世紀以来東、ローマ帝国の帝都コンスタンティノポリスが、15世紀からは、オスマン帝国の帝都イスタンブールが位置した。 現在のイスタンブールの旧市街地区に設定されている。この街は、アジア州のアナトリア半島とヨーロッパ州のバルカン半島を隔てるボスポラス海峡のヨーロッパ側にある半島に位置し、海峡を抜けて、北に出れば国海、南に抜ければ英家海に至る海上交通の要衝でもある。紀元前7世紀頃、このイスタンブール旧市街地区に最初の都市を作ったのは、 ギリシャ人入植者たちで、彼らの建てたビュザンティオンは、旧市街のある半島の先端にあった。最古の城壁は、遺跡公園地区の北部、現在のトップカップ宮殿の城壁に、アヤ・ソフィアのあたりを加えた程度の広さしかなかった。古代ギリシアが古代ローマに組み込まれると、ビュザンティオンもローマ都市となり、三世紀には、城壁のすぐ側に、ヒッポドロームが建設された。 330年、ローマ帝国のコンスタンティヌス一世は、ローマに代わる首都として、ビュザンティオンを選び、コンスタンティノポリスと改名。従来の城壁の2キロメートル西に、コンスタンティヌスの城壁が築かれ、地域を大幅に拡張して、ローマに匹敵する大都市を建設した。同じ世紀の末には、ローマ帝国の東西分裂によって、東ローマ帝国の首都となり、 バレンス水道橋や、ハギアソフィア大聖堂などの、現存する、優れた、建造物が次々に建設された。413年には、テオドシウスの城壁が完成、地域を、コンスタンティヌスの城壁からさらに西に2キロメートル、伸ばし、堅固な城壁と海によって囲まれ、壮麗な宮殿と数百にも及ぶ教会が立ち並ぶ、大都市コンスタンティノポリスが完成する。 その人口は東ローマ帝国の清水に伴って上下するが大城壁の固い守りによって1204年の十字軍による攻略まで外敵による占領を受けることはなかった。1453年のコンスタンティノポリス陥落によって東ローマ帝国が最終的に滅ぶと新たな支配者であるオスマン帝国はハギアソフィア大聖堂やパントクラトオル修道院。 付属教会、城壁近くのコーラ修道院などのキリスト教の教会をモスクに転用した。この時、モザイクの壁画は漆喰に塗り込められたので、かえって20世紀に漆喰が剥がされるまで、無事に保存されることになる。また、古代ビュザンティオン市の跡地にトップカップ宮殿が造営され、16世紀にはビザンティン建築の成果を十分に吸収したムスリムの建築家。 ミマール水難によってスレーマニエモスクなど優れたトルコイスラム建築が建てられた。17世紀にはハギアソフィア大聖堂を改めアヤソフィアモスクと並ぶようにスルタンアフメトモスクが建設されるなどモスクのミナレットと大ドームが林立するイスタンブール歴史地域の美しい景観が育まれていった。イスタンブールはオスマン帝国の繁栄の元としかが進み、 市街地は、城壁や海を越えて広がっていった。古くからの市街は19世紀以降、人口中密な旧市街地区となっていき、政府機能も市街の外に離れる。しかし、かつての宮殿やモスクはよく保存され、20世紀に成立したトルコ共和国の下で保存と修復、公開が行われている。 トルコは1923年から始めた旧市街整備の際には旧市街に幹線道路を通して文化財の損壊を招いたこともあったがその後の整備はそうした反省に立って行われている現在では世界中から旅行者を引き寄せる大観光地となり休憩無所ホテル、休病院を高級レストランに転用するなど一部の 歴史的建造物の活用も行われている。トルコは1972年のユネスコ総会で採択された世界遺産条約を1982年に批准、翌1983年に官報に掲載して発行した。トルコは自国からの第1号の世界遺産候補として文化遺産のイスタンブール歴史地域とディブリーの大モスクと病院複合遺産の ギョレメ国立公園とカッパドキアの岩屈群の3、物件を推薦し、いずれも1985年の第9回世界遺産委員会で世界遺産リストに登録された。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし、登録された。紀元前7世紀以来の歴史的都市であるイスタンブール旧市街の歴史地区は537年に、 春高四千五百年近くにわたって、災害や戦乱による破壊を免れてきたアヤソフィアを、はじめとする歴史的建造物を現在に伝えている。また、古代ギリシア、古代ローマ、ビザンティン文化の遺産と、トルコイスラム文明の成果が積み重なり、見回る水難をはじめとする多文化に属する、優れた建築家たちの作品が含まれている。イスタンブール歴史地域は、 登録名のアリアズ、ゾーンズが複数型になっている通り、以下の4つの保護地区から成り立っている。遺跡公園地区、スレイマニエモスクと付属保護地区、ゼレクモスクと付属保護、地区イスタンブール大城壁地区、テオドシウスの城壁。ありがとうございます。